皆さんこんにちは、KYC ヒデです。今日は子育てをね、頑張ってるあなたにメッセージです。まあ、子育てね、本当に一言で言いますと、ま、とにかく大変ですね。まあ、僕も経験をしてますんで、わかります。2人のですね、娘を、まあ、育て上げた、もう上は27です。夜泣きとか中の頃ことを考えると、本当にイライラすることもわかりますし、ついついその子供に当たってしまうような、そんな弱い親であるというねことに自己嫌悪に陥ったりですね、本当に、至らんなと思ったこともあります。でも、まあ、一つだけを、まあ、お願いというか、一つだけその今子育て頑張っている方にね、メッセージとすれば、どんな忙しい時でも、まあ、どんな、まあ、子供が悪いことをしてもですね、やっぱり自分の子供ということで、まあ、見捨てないというか、まあ、目をそらさないというか、その心構えだけはやっぱりどっかで持っておいてもらいたいと思います。まあ、僕も偉そうなこと言うんじゃないんですけども、やっぱり子供というのは何かこう頑張ってる、そのお父さんがお母さんが頑張ってるというね、その姿っていうものにはものすごく敏感にですね捉えると思います。っていうのも、僕が、まあ、小さい頃にですね、うちの母親も、まあ、仕事で忙しくて、とにかく、バタバタ忙しくしてました。でもそんな時でも、やっぱり参観日の時とかは非常にその自分の顔を、なんて言うんでしょう、丁寧にですね、やっぱりちょっとでもいいように見せてあげたい、息子のためにですね恥かかしたないみたいなね、なんとなしにそんな お母さんの、まあ、母親のその頑張ってた感がですね、今でも鮮明にやっぱり残ってるんですね。だから僕ら男でもそうですから、娘さんなんかは本当にそのお母さんのそのメイクの仕方とか、メイクのに対する思いとか、なんかこう雑にやってるとか丁寧にやってるとか、やっぱりその一生懸命凛としてやってるとか、そんな少し その空気感とかもですね、やっぱり子供は必ずそれ読み取ってますから、まあお母さんのためというんだよだけではなくってですね、子供とかそのお父さん、いわゆるその旦那さん、家族のためにもですね、自分の今やってるそのメイクがいかにその頑張ってやってるかという、その、心を入れてやってるかという、そういうことって結構やっぱり周りに見えますから、ぜひぜひそこら辺を意識してですね、頑張ってもらいたいなと思います。まあ、子育てから忙しいって当たり前、ね、そう思って忙しい中でも少しでもそういう意識を持って、子供のために、旦那さんのために、そして何よりもあなたのためにですね、頑張ってもらいたいなと思います。ということで、KYC ヒデからの応援メッセージでした。頑張ってください。またお会いしましょう。ありがとうございました。